こんにちは、ニース様です。今日はレバーアクションライフルで遊びます。マームルが吐き出した珍しい当たり武器ですね。本当にいいの出ないかと思ってたので、これ出てくれてよかったですね。使い方としてはいつも通りステルスで使っていくわけですが、相談数が少ないのがちょっと痛いですね。ただリロードもそこまで遅くないし、リロードの途中でも撃つことができるので不便にはね感じないでしょう。そして今回はバッツ命中入ってるツーショットなので、ある程度離れてても命中率はいい感じなんじゃないかなと思います。このゲームは 80% でもよく外すので、そこら辺はねしゃあないですね。あとはクリティカルメーター入ってます。これもいい点がありますね。クリティカルサービーを2つで入れてれば、まあ2回に1回はクリティカル打っていけるので、そこら辺もね見ていきましょう。2発に1回は1000ダメージ近くが入るんじゃないかな、知らんけど。今までレバーアクションはまあジャンキーのバッツ命中リロ速使ってましたけど、リロ速いるかなって疑問に思ってたので、いい機会ですね。そこまでリロードも遅くないし、途中でも打てることを考えるとクリメーターでもいいかもしれないですね。使っていく武器ですね、ツーショットのレバーアクションライフル、バッツクリティカルメーター 15% と、あとバッツ命中が 50% 上昇するっていうのが入ってますね。改造なんですけど、ハードレシーバー、アラインロングバレル、トゥルーストック、リフレックスサイト、サプレッサーになってます。プーク見ていきましょう。 S ストロングバック、バンドリアー、ブロッカー、 B ライフルマン、グランドパウンダー、タンクキラー、エキスパートライフルマン、マスターライフルマン、コンセントレイテッドファイヤー、 E ケムファインド、ファイヤープルーフ、ラジクール、C ストレンジンナンバーズ、テンダライザー、 I ファーストエイド、ナードレイジー、バッテリーズインクルーデッド、ガンスミス。これいらないですけどね、ちょっとフュージョンセル持ってるんで入れてます。 A アクションボーイ、カバートオペレーティブ、スニーク、エスケープアーティスト、ガンフー、アドレナリン、 L ブラッティーメス、ベタークリティカルズ、セレンディピティ、クラスフリーク、スターチドジーンズ、クリティカルサービーですね。クリティカルサービー2つで入れてればですね、クリメーター 15% がついてれば、まあ2回に1回はクリティカル出してくれるので、クリティカルサービーはね2つで入れておきましょう。レジェンダリーパークですね、 BALIS、 まあいつもと変わらずねフォロースルーが入ってます。じゃあ今からやっていきましょうか。パークはコマンドをライフルマンに変えただけなので説明することはほとんどないですけど、プラズマガンの放射バレルをサブで持ってれば近距離を対処するときは楽かもですね。今回はレバーク使っていく動画なので使わないですが、多分快適に中距離も近距離もやっていけるかと思います。それじゃあね、今回レバーアクションライフル使ってやっていきましょう。行ってきます。はい、やっていきましょうか。じゃあとりあえず三色団子さんたちから行ってみましょう。出てくるかな。で頭を狙っていきますね。で今クリティカルメーターっていうのは溜まってないけど、一発撃つだけで溜まって次はクリティカルになってくれる。これは結構いい感じですね。一発撃てばクリティカルメーターはマックスですね。結構いいですよね。じゃあスーパーミュータント行きましょう。通常でも、ダメージ低くないんですけど、クリティカル出た時はね、かなりダメージ出てくれますね。次クリティカル656、ツーショットなんで1300、やばいね。1300か、強いよね、レバーアクションライフルでね。リロードそこまで遅くないって言ったんですけど、まあそこまで AP の消費もないんで、別にねこういう風にバッツ外すこともなくリロードしつつ倒していけるっていうのもいい点かなと思います。659、いいですね。約1400出てますね。いや1400じゃないか、1300か、ごめんよ。よし、なんかね今日いつもと違うとこに行ったりとかしたいよね。いつも同じところ回ってるんで、今日ぐらいはちょっと違うとこ行ってみたいね。どこ行くかな。ちょっと出てこないんでぬかぐれ投げましたよ。マイヤラッククイーンの60レベルですね。ちょっと近いですね、戦う距離としては。いいよいいよ。2発に1回クリティカルが出るんで、バレずにクリティカルを安定して出していける。あ、やべ、安定して出していけるのはいいけど死にそうだった。あぶね、ちょっとラットもやべ危なかった。あいつがすんなり出てくれればよかったんやけど。よし、100レベルいきましょうか。とりあえずどの距離ぐらいからいけるんかな。この距離からいけるのかな。まあ 30%、
まあちょっとダメージは低いですね。やっぱ距離減衰っていうのがあるんで。ただこの距離でも全然いけるね。で AP の消費って本当にほとんどないっていうか、ほとんどないわけじゃないけど全然ないんで使いやすいですよね。やっぱ距離減衰あるんで、ある程度近くには寄んないといけないのかな。ただ遠くでも当たってくれるけん結構やりやすいね、この武器は。バッツ命中は本当にいいと思う。よし、周りは片付いたわけですが、こいつをやっていきましょうか。100レベルのマイヤラッククイーンさん、まだバレてないよね。後ろに下がりつつ、オッケーオッケー、いいよいいよ。この3のダメージ、3じゃなくて毒なのかな、わかんないけど、そのダメージさえ食らわなければまあ全然やっていける。あ、やべ、食らった。まあバレてないね、まだいけるいける。いやー楽やと思う、バレずにずっとダメージを与えていける。あ、そうそう、スコアボードの報酬のこの衣装なんですけど、めちゃくちゃかっこよくない？これなんかフォールアウト4ってこんな感じになるよね。あのアンダーアーマーの上に防具をつけると、これいい感じ。めちゃくちゃ気に入りましたねこれは。あ、こいつはちょっと離れたとこから行ってみましょうか。さすがにこっからはちょっと命中率低いけど、まあ撃ってればコンセントレーテッドファイヤー効いてくれてるんで、徐々に徐々に当たっていってくれるんじゃないかな。ちょっと今バッツ外れましたけど、まあこの距離で300ちょいしか入んないけど、まあ十分でしょう。まあ近づいてくる。 OK 終わった、いいね、いい感じ。バッツ命中が入ると本当にいい感じやね。お、マジクローラーと戦ってるやん。クローラー先にやっちゃって、それからベヒモス行ってみましょうか。 OK、 530、 1000ダメージ入ったね、いい感じよ。あ、俺これバレてんのこれ。いや、バレてないよね、バレてないバレてない、回ってるだけやね。もう一体クローラーがいるんでやっちゃいましょうか。あれ、どこ行ったクローラー、あれ、あ、あそこで戦ってんのね。いいよいいよ、 OK。お、ミサイルランチャーがいるね。嫌いなんすよねミサイルランチャー。当たんない、オッケー。あれ、ダメージ受けてなかったね今のは。いい感じ、やっぱりバッツ命中入ると本当にいいと思う。頭じゃなくてね、別に胴体狙ってもいいと思うんですけどね、命中率上げるために。よし、スコーチビーストいきましょう。スコーチビーストに関してもそこまで苦戦せずにやれるんじゃないかな。ダメージも高いしね。 OK、 終わりかな、終わったね。やべ、武器が壊れる、やばいぞ。ちょっと待って、武器を直そう一回。あと1体行くんですけど、なんかどっかみんな希望があれば言ってくださいね。行ってほしいところとか。とりあえず何かイベントでもこなすかな、この後。なんかグラフトンモンスターもちょっと行き飽きてきたんで、なんか他のとこ行きたいなと思ってるんですけど、なかなかね、どこに行けばいいかっていうのがちょっと分かんなくて、なんかイベントでも参加してみるか、この機会に。やべえ、俺なんかバレてるやん。これライトかなんかついてんの、俺ついてるやん、ライトが。このクリティカルとライトが一緒のボタンっていうのもちょっと難点かな、クリティカルをずっと使う人には。ちょっとこいつらが多い。あ、まあでもスコーチぐらいならどん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 やれるんで楽やね、本当に。危ない、体力減らしすぎてるこれ。危ない危ないよ、これはバレてんの今。バレてはなさそうやけど、あ、バレてるね。 OK、 終わったね、一体終わったよ。もうバレてるんでしゃがんどく必要性っていうのもないんですけどね。あと1体。伝説級はちょっと戦いにくかったな。 OK、 終わった。さあ次なんですけど、どっかイベントでも行ってみましょうか。パブリックはさすがに無理と思うけど、よし、このイベントに行きましょう。サーフェイストゥエアーっていう名前なんかな、わかんないけど、タレットを守ってくださいってことなんで、とりあえず守っちゃいましょうか。ちょっとダメージ受けてない時があるね。
やっぱり一撃のダメージが高いとダメージ受けてないことがある。よし、あ、セントリーロボット、マジ？あれは伝説級だったじゃないか。スコーチビーストも伝説級やね。あれ、これライトついてる？もしかしてついてないか。オッケー、よし、やっちゃいましょう。いや、クリティカルが2発に1回っていうのは本当にでかいと思う。で、確実にやっぱり当てていきたいんで、バッツ命中が入ってるっていうのも嬉しい点やね。っていうか、なんかどこに敵がいるか全然わかんないんやけど、どこにおるんやろこれ。あれ、どこにいんのこれ敵。あ、向こう。オッケーオッケー、おった。っていうか俺やばくない？死にそう。このタレットを守るっていうのがあるんやけど、最近ね、このイベントが好きになってきた。伝説が結構来るんですよね。何してんだよ。あ、そっか、スコビを倒さないといけない。俺スコビちょっと無視してたけど、やっちゃいましょう。いいよね、リロード途中でもこういう風に撃てるんで。オッケー、あと2分間ぐらい守んなきゃいけない。1200、1300出るっていうのはでかいと思う。一発でほら1000ダメージいったね、今のは。ツーショットちょっと分かりにくいよね。合算ダメージで出してほしい気はするけど、なかなかそういうわけにもいかないんかな。まあ、フリーエイムでやればね、全然わかるとは思うんですけど、ダメージ分かれてないんで。スコビでも800出ますもんね、ダメージ。やばいよね。409のダメージが、まあ、2発で入ってるんで、800ダメージですね。ほら、322、421。これはかける2ですよ、ツーショットなんで。オッケー、終わりかな。終わった、スコビ終わったね。あ、また来たぞ。ちょっとスコーチビスト多いね。やっぱこれスコーチビスト相当来るよね。これはほらクリア前のミッションがあるじゃないですか、スコーチビストを何体倒すみたいな、あの伝説級の敵を何体倒すみたいな、そのミッションの時はこの何イベントっていうのはいい感じやろうね。結構スコーチビーストを稼げる。今でもう3体か4体来た？それぐらい来たでしょ。なんで結構伝説級とかも来るんでいい感じやと思うな。いや、なんかね、イベントを回るっていうのはいいかもしれんなと思って、イベントちょっと回ってみようと思ってるんですけど、今後。あのね、毎回毎回ちょっと同じとこ回りすぎて、ちょっと自分で撮ってて飽きてきたっていうのもあるんですよね。また来たね、スコビ。また来たよ。なんで今度からちょっとちょいちょいイベントを挟んでいこうかな。ちょっとリロードしようか一回。 AP がなくなるっていうことはまずないと思う、この銃で。あ、イベント完了しました。よかったよかったけど、スコビをちょっと倒しましょう。ちょっと待って。 OK、終わった。グラフトンモンスターどうしようかな。行く？一応。一応行こうか。じゃあ最後にグラフトンモンスター行きましょうか。さっきのイベントで多分見てる方はわかると思うんやけど、伝説級をね、倒したと思うんやけど、一つも取れなかったよ。どこ行ったかわかんない。一匹も。最悪やった。マジ最悪。帰りましょう。はい、戻りました。ダメージ高くていい感じでしたね。クリメーターついてることで、まあクリティカルサービーを入れて2発に1回はクリティカル出せるのは強いですね。バッツ命中もこの武器は相談数少ないことを考えると確実に当てていきたいので、いいレジェンダリー効果だったんじゃないかなと思います。ステルスもできるのでダメージ出していけるし、バレずに戦えるのはかなりいい点ですね。弾の節約にもなりますよね。フィクサーとか使ってるとどんどん45口径なくなりますけど、この武器はね、無駄に打ちすぎることもないし、いいですね。レバーク、他に使うってなるとどんな効果がついてるといいんでしょうね。ダメージも出てるので、まあ、クリダメとかいらない気がするし、リロ速は人によるでしょうけど、僕はいらないかなって感じですね。どんな武器にも最適な組み合わせっていうのはあると思いますけど、今回使った組み合わせは、
かなり良かったんじゃないかなと思います。皆さんも試してみてください。それではまた、ニッサマでした。